ジェームズ5世は、スコットランド王。ジェームズ4世と、イングランド王ヘンリー7世の娘、マーガレット・チューダーの子。父ジェームズ4世のフロドゥンの戦いでの死により、生後1年5ヶ月で、スターリング上にて即位した。幼年期には母、ついで、ジェームズ2世の孫にあたり大池承権。第2位のオールバニコ・ジョン・スチュアートが摂政を務めた。1525年に、 ギリの父親アンガス博、アーチボルド・ダグラスが後見人となったが、実際にはジェームズ5世は軟禁状態に置かれた。1528年にこれを逃れ申請を開始した。ジェームズ5世はフランスとの古い同盟を更新し、1537年1月1日にフランス国王フランソワ一世の王女マデリンとパリのノートルダム寺院にて結婚する。 しかしマデリンは結婚後数ヶ月後にホリールード宮殿で結核で病没した。1538年6月、フランスの大貴族である初代ディーズ公、クロードの長女メアリーとセントアンドルーズで結婚する。二人の間には長男ジェームズ、次男アーサーが生まれるが、二人とも一切を待たずして1541年4月に溶接した。1541年に イングランド出身の母が死去すると、もはや和平を保つべき理由も薄れ、ついにイングランドの戦争が勃発した。ローマカトリック教会から離脱したヘンリー・パッセイは、老いのジェームズ5世にもカトリックからの離脱を、強要したが、ジェームズ5世は、教会の改革をひどく嫌った。1542年11月、国境近くのソルウェイ出現の戦いで敗北し、 フォークランド宮殿にへ帰った、ジェームズ5世はそのまま熱病に倒れた。12月8日、王妃メアリーが女子を出産した知らせを聞くが、回復することなく6日後の14日に死去した。メアリー・オブ・ギーズとの間に2男1女が生まれた。さらに身分が低いマーガレット・アースキンとの間に1、男が生まれた。ありがとうございます。